ありました。カモン虎ノ門製作委員会のカモトラ課長でございます。よろしくお願いします。いや皆さんね、お暑い中ありがとうございます。大丈夫ですかね、課長ほぼ暑くないでしょうね、これね、パンツ一丁でしょうね。ちょっと一見ね、変態に見えるかと思うんですけど、一応コンセプトがありまして、裸一貫で戦うサラリーマンというのがコンセプトでございます。はい、課長気をつけ。ネクタイ締め、竹石、革靴履き、もっこりし、はい、失笑です。収めてください、課長。はい、ただね、見た目通りなんで、まあ僕も言えなもんじゃないんですけどね、ビール彼大好きすぎてですね、尿酸値が経典突破、痛風腰痛持ちのおじさんキャラクターです。よろしくお願いします。彼ビール以外にもですね、なんと大好物があるんですけど、ちょっとね、投げキッスが大好物なんですけど、ちょっと会場の中からちょっと女性選んで投げキッスしていただこうかなと思うんですけど、もしよかったら、あ、じゃあビールをちょっとね、美味しそうなビールを飲んでる女性の方、もしよかったらちょっと投げキッスをしていただいてもいいですか。じゃあ準備、じゃあどうぞ、キャッチ。そして食べる。まあ下品、こんな下品なキャラですね。ちょっとね、じゃあ男性がやるとどうなるか見てみましょうかね。ちょっともしよかったらこちらのお父さん、ちょっと投げキスしていただいていいですか。キャッチ、ペーン。すいません、ちょっとね、こういう性格がねじ曲がっております。かわいそう、ね。あー気持ち悪い。そんなね、彼特技がねありましてね、あの痛風腰痛持ちなんですけど、意外とダンスが得意なんですね。ちょっとじゃあちょっと、あ、ちょっとダンス踊ってみましょうかね、熱いですけどね。じゃあちょっと音楽をどうぞ。はい、ありがとうございます。ホテル三日月さんとは何も関係ございません。無断使用です、謝ってくださいね。はい、でも暑いですね。暑い、何、喉渇いた。そうっすよね。あの、皆さんもね、今日暑いからちゃんと水分ちゃんと補給してくださいね。で、課長口をね見ていただくと分かるんですけど、あのストローがあれば実は飲み物が飲めるというね。課長これ持ってください。はい、じゃあちょっとちゃんと水分補給して。ミネラル麦茶。なんすかそれ。それ飲むとなるんすかそれ。いいいい、僕別にいらないもん。いい、喉乾いてない。ミネラル麦茶。それなんかそういう風なシステムらしいですけど、あとで皆さんも飲んでみてください。なるかもしれないね。はい、課長、いやそんなことやってる場合じゃないですよ。もう一回ちゃんとした踊りね、やってみますね。じゃあちょっともう一回、もう一曲じゃあ行ってみましょう。じゃあどうぞ。いってて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 て、いった課長、頭すごい硬い。ダイナモあれ、マイクあったてて、いててててて、頭硬いですよ課長。課長、あれ課長、いい入れ替わってる。課長、大変ですよ課長これ。
入れ替わってます、僕らね。よく見て、僕が課長で課長が僕、よく見てください。これとんでもないことになってますよ。これ大変、どうしましょうこれね。でもこれあれですよ課長、今 PR タイム中ですからこれね。ちょっと皆さんに迷惑かけちゃうんで、このまま行きましょうね。なんで、あれさっきどこまでやりましたっけね。ちょっと僕も忘れちゃったんで、ちょっともう一回ちょっと改めてもう一回やりましょうか PR タイムね。あれでも僕の体でできます課長。お、いけますね。いけそうですねこれ。いけそうかな。わかんないけど、ちょっとやってみましょう課長ね。はいはい、見た目は私、中身は彼、裸一貫で戦うサラリーマンキャラクターです。よろしくお願いします。気をつけ、ネクタイ締め、時計し、革靴履き、もっこりしてるのは私だ。すいません、取り乱しました。ちょっとね、あ、ちょ、一回僕これやってみたかったなってちょっと思ってたんですよね。すいません。はい、鴨虎課長といえばですね、やっぱりダンスが得意っていうところなんですけど、ちょっと今日僕と課長が入れ替わってしまってるんでね、ちょっと課長のね、私の体でねダンス踊れるのかどうかわからないんですけど、ちょっと一回やってみます。課長どうします、行きます。ちょっとじゃあ行ってみましょう。じゃあ音楽どうぞ。ひどい課長、あとね、私の体でちょっと遊ばないでください、恥ずかしいわ俺。何？え？ダンス踊ったから喉乾いた。そうなんです、皆さん見てください、彼鴨虎課長はですね、なんとストローがあればですねお茶が飲めるんです。今日はですね、私と入れ替わってますから、なんとストローがなくてもお茶が飲めるんです。いや、そりゃそうでしょう課長、ただのおじさんが飲んでるだけですからねこれ。ミネラル麦茶。なんかね、あれ？何？いいです。僕喉乾いてないですから。いいです。いい。あれ？ミネラル麦茶。ミネラル麦茶。いてまたぶつかっちゃいましたね課長。あれあれ課長、あれも戻ってる。お見苦しい点申し訳ございません。あの、あ、ちょ、ちゃんと謝ってください本当ね、びっくりした、入れ替わるとは思わなかったね。あ、ちょ、ちょっとさ、ちゃんと PR しましょう。あのほら、知らない人みんなポカーンだからね、ほらあはははって言ってくれる人はいいよね。ほぼポカーンですよ。ちゃんと今日ですね、あの浸水公園ってところでブースありますんで、そこでなんとね、鴨虎課長のトートバッグ、新作の、あー、あちらの方が持ってらっしゃるトートバッグがね販売されてますんでね。あら、投げキッスキャッチね。そして課長ほら、あと
なんと LINE スタンプね、販売したんですね。ぜひチェックして、何お金を落とせ、いやらしいよ、ダメダメ出てるから。そんなカモトララジオなんですけど、今毎週月曜日夜10時からラジオ日経というところでラジオ番組をやってます。ただ彼喋んないですよね、まだね、声も聞いたことないですけど、一応僕ともう一人がラジオ番組やってますんで。いやー、しかし課長、スカイツリーの下で思いっきり滑りましたねこれね。ちょっと後でズーンってね、ちょっとそろそろ帰りましょう。もう何やだ、もうほら、もうみんな求めてないですか、そんなね。さっき船橋見ました、ものすごいとこがある。もう何人いましたね。にしてはでも今日課長見ていただいてますよ結構ね。あ、ありがとうございます、どうもどうもね。あ、嬉しいね。あ、すごい、こんなあったかく迎えられるとね、帰りづらくなっちゃいますね。でもね、もう時間ですから、ほらだんだん上の人もなんか怒ってますよ、帰れと。はい、じゃあそう思い切ってね、ちょっと帰りましょうね。思い切ってこうやって振り返ってさ、一斉のせいで、僕もね、一斉のせいで振り返って帰りますから。じゃあいいですかね、一斉のせ、え好きなぁ漢字、なにパンチ、パンだよ、パンチ、だからなに、パンチ。すいません、はい、カモトラ課長、はい、6分オーバーなので、この6分は有料となります。後で回収しますね。はい、参加してください。はい、LINE スタンプの分回収します。はい、東京都港区からカモトラ課長でした。